話伺ってもいいですか？はい、はい、あの今初めてリューティストの皆さんをご覧になった方もいらっしゃると思うので、改めて自己紹介一人ずつお名前だけでも教えていただけますか？はい、はい、高校2年生16歳のリューティストのリーダー佐藤乃々子です。よろしくお願いします。のんのって呼ばれる。はい、はい、お願いします。のんのちゃんです。そしてはい、中学1年生12歳のワッカーこと石若菜です。よろしくお願いします。ワッカー。そしてはい、中学2年生13歳のともちーこと宇野ともえです。よろしくお願いします。ともちー。そしてはい、メンバー最年少小学6年生11歳のネタのデカルスメーです。よろしくお願いします。ワッカー。はい、高校2年生16歳のゆりりこと木村ゆりです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは皆様、準備が整いましたので、新潟県産牛乳クイズ with ビューティスト開催いたします。それではですね、ここでお手伝いに来てくれた牛くんをお呼びしたいと思います。牛くん。牛くんです。どうぞどうぞ。かわいい。じゃあ、ユーティストの皆さん、こちらの方にお越しください。はい、一緒に写真撮りたいの。はい、あ、牛くん囲みますか？真ん中に入れてあげてもらってもいいですか？はい、はい、ありがとうございます。それではですね、ユーティストの皆さん、あの新潟県産牛乳 の、はい、あのコマーシャルの、はい、曲もカラフルミルク、はい、歌ってらっしゃるので、はい、あのちょっとあの新潟県産牛乳の PR をはい、お願いしてもよろしいですか？はい、はい、新潟県産牛乳はカルシウム、タンパク質、成分の調整でとっても栄養があって、そしてあの新潟の酪農家の皆さんが愛情をたっぷり込めて作ったので、やっぱ新潟県産牛乳が一番だと思います。はい、牛くんが持っている、はい、そのマークが目印。そのマークが目印です。新潟です。はい、新潟って書いてありますね。はい、はい、ありがとうございました。どんどんさん、ありがとうございます。さあ、それでは早速新潟県産牛乳丸バツクイズを始めたいと思います。はい、今から私がですね、出題してまいります。答えが丸だと思った方はステージ向かって右側へ移動してください。向かって右側のこちらですね、はい、こちら側に移動してください。そしてバツだと思う方はステージ向かって左側に移動してください。はい、あ、スタッフが今ボードを持ってますからね、こちらの方に移動してください。そして正解された方はそのまま前の方にいていただいて、不正解だった方は後ろの方に下がっていただきたいと思いますので、今丸バツクイズに参加してくださる方は前の方にお越しください。一度ステージの近くまでお越しください。お願いします。はい、よろしくお願いします。では第1問から始めていきたいと思います。はい、はい、第1問。はい、牛乳のメスは生まれてからおよそ2歳で母親になる、丸かバツか。はい、乳牛のメスは生まれてからおよそ2歳で母親になる、丸かバツか。どっちかな。2歳だ。若い。2歳。さあ、ご移動ください。どっちだ。2歳でしたよね。生まれたばっかりだね。2歳は早い。お母さんになれるのでしょうか。丸だと思う方はこちら側、バツだと思われる方はあちら側に、ステージ向かって左側にお越しください。ではストップでよろしいでしょうか。お、今寸前で移動した方がいらっしゃいますけど、ではここで、はい、正解の発表をお願いします。はい、正解は丸です。丸の方、おめでとうございます。おめでとうございます。残念ながら不正解だったバツの皆さん、後ろの方にお下がりください。ただし、あの全問正解の方にあのプレゼントもご用意してるんですが、正解しなかった方にも参加賞をご用意してますので、そのままお待ちくださいね。はい、乳牛のメスはですね、およそ
1歳3ヶ月で人工授精による種付けをするそうです。ということで正解は丸でした。はい、では続いて、はい、はい、それでは第2問。乳牛の睡眠時間は1日約3時間である。丸か×か。乳牛の睡眠時間1日およそ3時間。短いですね。そうですね。ビューティストの皆さんどれぐらい寝てるんですか。1時間くらい。短いと若さなのかな。なんて8時間ね、たっぷりね、美容のためにもね、たっぷり睡眠。あ、今回はバツの方が多いですね。では正解の発表をお願いします。はい、正解は丸です。丸の方大正解。ここで早くも 1,2,3,4,5 名の方に絞られましたけれども、不正解だった方も参加賞をご用意してます。今しばらくそのままクイズに後ろの方でご参加ください。乳牛の睡眠時間、寝ている時間より横たわってこうくちゃくちゃと食べたものを反数噛み返ししている時間が多いということで、睡眠時間は3時間なんですね。では、はい、第3問。はい、第3問。乳牛は1日に1リットル牛乳パックで5本くらいミルクを出す。丸か×か。どちらでしょうか。乳牛は1日に1リットルの牛乳パックでおよそ5本くらいミルクを出す。丸か×か。かなりこう人数が少ないとなんか緊張感がありますね。ね。では分かれていただきました。はい。いいんですか？丸の皆さんは。丸でいいんですね。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。ヒントとかね。いいですかね。いいですか？ヒントですよ。まあ牛乳パック5本ぐらいなので、うん、どれぐらい、あ、5本ぐらいなのでどのぐらいですか？まあ、まるでいいのかなってことを言ってくれてるんですよね。はい、ね、そうです。いいんですか、ビューティストの皆さんの意見を聞かなくて。わかりました。じゃあ答えを発表お願いします。はい、正解は×です。×の方おめでとうございます。ちなみに今ずっと正解してらっしゃる方ってお二人。お、すごいですね。このまま勝ち残れるのか、それとも全員ダメになってしまうのか、どっちなんでしょうね。はい、では続いていきましょう。はい、新潟県民、あ、新潟県1人当たりの年間飲用牛乳消費量は全国平均より低い。丸か×か。難しいですねこれ。新潟県人1人当たりの年間飲用牛乳消費量は全国平均より低い。丸か×か。お一人丸の方に。×のままでいいですか。いいですね。本当にいいですか。リューティストのみんなが、いいですか。優しいリューティストのみんながこう言ってますけど、いいですね。いいですか。では、正解の発表。正解は丸です。丸、おめでとうございます。おめでとうございます。あの、せっかくなので5問用意してるので最後の問題も挑戦してみてください。では、はい、お願いします。ホルスタインの子牛の白黒まだら模様は母親牛とほぼ同じ模様となる。丸か×か。はい、ホルスタインの子牛の白黒まだら模様は母親の牛とほぼ同じ模様となる。難しいですね。やっぱり私たち人間もね、お母さんから生まれてもお母さんと同じ顔っていうのはなかなかないですからね。はい、そうですよね。牛さんはね、どうなんですかね。どうなんですか。罰でよろしいですか。さあ、運命の正解発表お願いします。正解は罰です。おめでとうございます。おめでとうございます。皆様拍手をお送りください。最高まで全問正解です。すごいですね。全問正解した方にはですね、ビューティストから手渡しでミルクジャパングッズをプレゼントいたします。おめでとうございます。おめでとうございます。
ストラップですね。あのお所とどちらからいらっしゃいました？バックで仕事してるので県外です。県外からユーティストの皆さん初めて。毎週毎週ありがとうございます。おめでとうございます。すごかったですね、お一人勝ち残りで、そしてここで残念ながら全問正解できなかった皆さんにこの後新潟県産牛乳のプレゼントをいたしますので、ぜひこちらのステージの方までお集まりください。というわけでユーティストの皆さん、はい、この後また1時からね、あのステージありますけれども、楽しみですね。はい、楽しみです。はい、クイズはどうでしたか？クイズ、なんか私たちも牛乳のことをなんかもっと詳しく知れたので、とっても楽しかったです、楽しかったですね、なんかもう皆さんもね、すごい一生懸命考えてくださってね、嬉しいです、ありがとうございました。ありがとうございました。午後からもまた新潟県産牛乳クイズがあるので、今回正解できなかった方はまた挑戦してみてください。お願いします。お願いします。